お邪魔します、琵琶湖です。さあ始まりました、琵琶湖チャンネル、略して琵琶ちゃんということでございまして、ようやく YouTube デビューさせていただきました。だからお邪魔しますです。まあこの番組はというか、このチャンネルは私がやりたいことをやっていこうかなと思います。まあいろんなことをやっていきたいんですけども、誰かと一緒に打ったり、波を見たり、そしてね、私が長年やっておりました琵琶湖のラブファイター続編を、信頼をお届けしようかなと思うチャンネルなんで、皆様ぜひお付き合いお願いします。さあ今回は波編ということで、波といえば P 大海物語5でございます。そちらの方を今日一日まったり打っていこうかなと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは実践スタートです。この番組は琵琶湖が波を駆使して勝利を目指す、ちょっと緩めの実践番組。あーで、通り過ぎていたのが一番波がいい。ただしパチンコは完全確率なので、琵琶湖さんほどほどにね。記念すべき偉人、琵琶湖は勝利できるのか。当たったねー。たねえ、まあ YouTube 始めようって思ったきっかけは一体何なんでしょうか。初回からくれだか満載、琵琶湖チャンネル開幕。今回は JR 熊田駅出て徒歩3分マルハン熊田駅東店さんにお邪魔しております。さあ海物語打ちます。ですね、本当は隣の台を打ちたかったんですよ。ただ収録なので他のお客様の迷惑になるので、角の中でもまあまあこれでいいでしょうっていう台を得たいです。本当はね、これね、データはね、やっぱ初当たりが取れないとダメで、この台は、隣の台はすげえ一本なんか高層ビル立ってますけど、その後初当たりちょいちょいで取れてるんで、本命はと右です。だからまあ隣にハブゾウを座らせたっていうだけの話です。あ、こっちが本命やから、じゃあ行きましょう。あー怖っ。今まで、ね、言ったらギャランティーをもらってパチンコしてたから、ゼロからって怖いね。まあ、大したギャランティーじゃないですけど、YouTube 怖いね。ひっそりだとね、まあ、今、魚群 50% にしてますけど、魚群はね、出て外れた方が全然いいです、波は。だから魚群を50にするんです。たまるときは大体もう農魚群で1000とか行くんで、だから魚群 100% してると波が分かんないんだよね。でですよ、魚群 100% にするじゃない、まあ出たら確定なんですけど、これが泡全長来たらめちゃくちゃ熱くて。で、当該で、まあ、図柄下が結構メイン、基本的な泡全長なんですけど、当該でも。そこで、マリンちゃん、ウリンちゃん、じゃマリンちゃん、ワリンちゃん、ウリンちゃん、ネシと、4種類、今作は増えました。で、ウリンちゃんが魚群抱えてるんですよ。魚群と一緒に泳いでるのかな。だから、魚群 100% してた場合、その時点で、大当たりが約束されるっていうね。これはね、山陽さんおしゃれな演出を作ったなって。まあ 100% にしてなくても魚群がまず察知できるっていうのが、近江ファイブ変えてきたなって思ったね。初めて打った時、初めてとか、まあ何回か打って、まあ、あとは、まあ、遅れ、ミスター遅れね、これ逆の手やったらチャンスアップで、まあ、指が広いとチャンスアップ、まあ、目ほぼじゃないから、間違えろ、あー、いいですよ、これ、アワーで通り過ぎていくのが一番波がいいです、手前はやっぱだめ、まあ、話半分で聞いてくださいね。所詮波なんて。
まあ、先に言わせていただきますけど、当たりやすい回転数とかはありません、うん、あるかいそんな。早く泡電池来ないかな。あ、惜しいね。1245もね、悪くはないです。早く、やってよ。あー、白魚、危ない危ないけど、よしよし。ねね、これが波です。ちょっと音量下げてもらっていいですか、うるさいんで。いいなぁ。まあ海はいいですよね、しっかり産地球取れれば、まあ、1500個プラス時短100。これがね、私がいいなと思うのが、前作まではペンサポテトの時の当たりが取れたら時短120になったじゃないですか。で、確率変動を引けない私からしたら、もうなんで私だけ100回なみたいな思うことがよくあったんですけど、今作飲み物語は誰が打っても時短100っていうね、大谷君が打っても時代100、琵琶湖さんが打ったもんみたいな。原監督だったら1000回だったらいいね。ロング変動の時は挙手したっつてって言ったよ。来た、ワイが来た。あー、これがね、中段やったらすっげー大チャンスなんですけどね。もうちょ、もう一回外れよ、もう一回外れよ。あ、はい、からブイーン、あー惜しい、惜しい。ここでマリンちゃんいらないんですよね、泡前兆なんで。あれ反応し、あー普通や。しかも裏よ、だって、それはか、それはやってない。でしょうね、でしょうね。127回転な、そういうもんよ海物語って。私結構その普段も結構このマルハさん来ることがあるんですけど、蒲田、まあ海のコーナーなかなかあれよ。おじちゃん、浜田たちすげえデータ見てます。私が多い、私みたいな人たちが多い。よいしょ。で、まあ私よく波でも波でも言ってますけど、じゃあなんで波が悪いって分かってて打ち続けるのみたいなことを聞かれることがあって、まあそれはそうですよね。ただその打ってる場合はコンディションがいいんですよ。だいたいそう。結局ね、コンディションがいいに越したことはないんですよね。まあ、もともと、まあ、20年、まあ、琵琶湖になるまで大阪に住んでた時はパチプロっぽいことをしてたので、すごいでしょ。私がパチプロですよ。ですよね、ネッシーはね、大当たり濃厚なんですよ。ありがとう。368回転、2500プラス2500プラス2回目の泡前兆で当たってくれましたね。緊急軍は出てこなかったので、この8回転はかわさなきゃいけない。この中に8個の中に確率変動が入ってくる可能性がだいぶ減るんで。ただここグースだたってもね、潜伏するイメージがあるんだよな。ああ、かわしましたね。で、ラグーンの渡れば確率変動は、まあもちろん魚群、それから泡前兆でリーチ中の各チャンスアップ、マリンちゃんが逆手であったり、まあ、シングルリーチだとニモとか
行軍1コマ滑り1コマ戻り、確率のチャンスアップ、これロング変動危ない、セーフで、ここでビッグバイブも当たれば、確率変動、まあ、それ以外だと危ないですね。あー来た、あー店長から、あーやべやべやべ、あーこれおーわで、マリちゃん手が逆やったら当たれば、あーダメダメダメ、これはかわして、お願い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 、しかも短いからね、あははじゃないよ、ワンのセットやっぱりね、あーないか、いいでしょう、まあここで私がここに映るってことか、まあそれはそれはそれはそれでいいので、あ来た、ロングヘッド、てか私今日玉まだ見てないんですけどね、やっぱ玉はね出た方がいいんですって、あ待ってた、外れてるから玉ちょうだい、そう、もうここだここだ、あ、まあ、8まで行くのは、ね、悪くはないですよ、まあ、8超えた時点で、まあ、最終度確定なので、ベアコ選手まもなく時短終了なんですけど、内容的には何もダメだったね、内容悪い、200回転では無理ですね、当たらないと思います、何やったっけなぁ、魚群、あ、5、6だ、カラド、わーわー、いくぞ、さあ来い、あ、そっか、これは逆なんだ、ちょっ、あかんなぁ、ゾーン入らんなぁ、今冥界ゾーンよく言うじゃん、深海とかさ、深海ゾーン、まあ深海なんだよな、これは全然波戻んないからね、こういう時はねやっぱモードを変えるべきなんですよね、ただ全部の当たりで今日はコンプリートしたいから、アトランティスやな、これはクリスタルはね、もうマジで嫌、あれクリスタルやってる人絶対、私思うんですけど、男の人とか絶対シッタだと思うんだよな、クリスタルモードする人、あ、じゃあクリスタルモードの音量台、あれマジやばいかんな、どんだけ目立ちたがり屋やねんって、まあ、私の持論があるんですよ、あのね、パチンコ音量問題あるじゃないですか、あれでね音量大にする男の人は大体下手、いや本当にごめんね、もしちびっこを見てたら、何が下手かはお父さんとお母さんに聞いてもらえればいい、パチンコじゃないですよ、まあ海は基本そんなに音量大にめちゃくちゃうるさくはないですけど、他の台の5とかあマックスとか本当やばいじゃないですか、隣の人のことを考えられないっていう意味合いもありますね、下手だなって思うのが、まあその私過去の経験上そうなんですよ、まあバチッコしてる人そんなにいないですけど、だ女性の方見てらっしゃったらそれマジで参考にした方がいいです、あいたって
でよくありがちな女性の皆さん、ここ大事なとこ、すごい大事なこと言います。海物語ですぐモードを変える人、それは浮気者が多いです。浮気しがち、だからそのモードですぐ飽きちゃうわけですよ。昔はチャンネルをすぐ変える人が浮気者が多いっていう説がありましたけど、あとね、だから付き合っちゃいけない人は音量大でしょ、でモードコロコロ変えるでしょ、であとまあパチンコ全般なんですけど、飲み物をそのまま置いていく人よくない。家ですごい部屋が汚かったりとかだとすると思うな。か台を借りさせてもらってる謙虚さがない。俺様の後は片付けとけみたいなやつはダメ。ああ黒いのどっか行った。このモード全然知らないんだよな。そんなもんかな。その3つを守っていただければ素敵な人、あの素敵な人と巡り合えるじゃなくて悪い人と引っかからなくて済む。今見ました、阿波船長からの 1,2,4,5。 阿波船長絡んでるから結構強いと思う。もちろんラグーンやったらもっと強いですけど、早く早く早く、あよーし、よし、いや今気持ちいい 1,2,3,4,5 シグマ目でしたね。マジスローで見てほしいです。1回転前側前長で 1,2,4,5 って来た時に私は項目がキュッてなりましたからね。やったぜ、でシグマ目はまあ、ロングヘッドでもなりますけど、見た止まりの 1,2,3,4,5 もあります。あ、来た、やばい、キュッ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 、あかんってあかんってあかんって、やめてって、ですよね。向こう向けたら多分ねプレミアだと思う。止まれ、ここ、あかん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 、よしよし、あー、一段下ってまた一段、ですよね。ちょ、あかんってあかんって、デカ目とかホノ目とか、かわせかわせ、止まれ止まれ止まれ、あかんあかんあかん、うふふじゃないバカ、バカって言っちゃった。くしょ、またワンセットか。でかくなってこい、あーダメだ、いった、当たった、いった、当たった、ビッグプレミアム多めにしてたのに。ビッグプレミアム、プレミアムしてるときって結構確率変動引いてると出やすいんですけど、
こういう振り分けを持たせてくれるのもやっぱり縫い方のいいとこですよね。ありがとう。こちらまでつながっております。まあ突角がないところまたいいよね。前のやつってさ、魚群出て、まあ、通り過ぎて2ラウンドみたいなのはよくありましたけど、まあまあ外れへんか叩けますかみたいな、当たって嬉しいけどみたいな。ずっとワンセットなんでね、なんとかそこを超えたい。よし、リンちゃん。ちなみにね、海物語はね、確率変動中にねハマる台はいい台なんですよ。格変中にハマっといて通常時で早めみたいな。チャンス目3回、これ当たれば格変の。よし、クジラッキーありがとう。なんでやねん。まあ3の大当たり濃厚ですけど、上空が見たかった。いやでもありがとう。やつめ向かい見て、あーやめて、超えて、あ、でかい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 、よっしゃ。見ました、中津柄にでかくなっちゃった。よし、かわせ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 、今や、いけ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 、あー、まあいいでしょう。さあ禁断の、下手ではありません。私これマジ禁断だわ。この元になると途端当たる気せえもんね。だってこれでさ、ロングヘンド良くても、だってそもそもチャンス目来てないから無理だよねって話やもんね。クリスタルモードの電柱サポートちゃんもおもんないな。だい、あ、これね、だからこれ、あ、いけ、すべ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 、あー、惜しい。そっか、まだあれがあるのか、ロングヘンド良くても。はい、終了です。なんか知らんけどこのモード好きじゃないんだよな。あのハイビスカスは好きよ、沖海の。なんかこれ嫌いなんだよな。皆さん分かります？分かってくれる人3人ぐらいいそうな気がするんですけどね。まあそもそも絵面がおかしいやんね。パールが浮いてるんですよ。なんか海感がないんだよな。これ冬備えたらまだわかんねんな。寒いやん見た目は。海とハイビスカスはね、やっぱりね合うじゃない、沖縄なのかな、うん、これが海物語じゃなくて冬物語やったらまだいい。なんかオペラっぽいんだよな音がな。我々みたいな下等生物は行かないからオペラに。昔からこの音良くないよね。こんなん待って、どうやって当たんねんこのモード。あ、背景赤くなった。一撃一撃、はい、よし、やっと元に戻れる。239回ねえ、まあ YouTube 始めようって思ったきっかけは、
まあ、あの長年やらせて15年ぐらいやらせてもらったパチプレさんの琵琶湖のラブファイターが終わってしまったので、まあぶっちゃけ、まあ引退しようかなと思ったんですよ。でも、まあ、まだやれることあるんじゃないって周りの人に言っていただいて、パチンコをね、面白そうだなと思って、そのうちに行ってくれる人が一人でも増えればなと。負けてきてとかじゃなくて、なんだろうな、パチンコって1対1の世界だからすごいやっぱ楽しいですよね。まあ公営ギャンブルも、まあ、嫌いではないんですけど、やっぱりね、やっぱパチンコパチスロとか私はすごい好きなので、この私の動画を見てこの台を打つ打たないっていう指針になればなって思っております。うん、そうだね。さあ、現世に。うぅ、楽しい。うぅ、楽しい。さあ、チャンス目。19、みんな大好き19本。あー、ブイーン。あくー、でかいマリンちゃん。あー、中津からでかいの降りてこい、降ってこい。あー、ダメだ、止まれ。許して。いやー、まあまあ許せなくはないけど、まあ許しましょう。いやー、今チャンス目からの1球、熱かったね。1球魚粉はもうみんな大好きですからね。はい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 。もうほらね、反応しないですよ、手が汗ばんでるから。終わってしまった。波な、悪くはない気がすんねんけどな。これね、もうまだ出そうな気はしなくもないんですけど、いかんせこういう時じゃない。どうぞ。はい、で失礼します。あの玉見れなかったのが心苦しくはありますけど、まだまだ先は長いんで、今度は玉に出させる出るように頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、第1回琵琶湖チャンネル飲み物語実践終わりました。ありがとうございました。やっぱ出てたよあの多分最後締めるときに多分出ると思いますって言ったと思うんですけどだったんですけど、まあ自分の波読みが当たった、まあそれたまたまですけど、自分の波読みが当たったんで嬉しかったです。そして今回の結果はご覧の通り、1083玉のプラス。記念すべき偉人ビブと勝利することができました。まあまあ攻略系でもなければ、波物語の場合はまあ好きな台をフラッと打つような感じなんで、またバカなこと言ってるなぐらいな感じで見ていただけたらなと思っております。あの寝台の方とかもね、今後やっていきたいと思いますので、何卒お末長くお付き合いください。それではまた次回の琵琶湖チャンネルいろいろよろしくお願いします。さよなら。はい、はい、そんなわけで、あのディレクターさんからあの YouTube の文句を言われ、文句というか決まり事を言ってくださいと言われたんで、あの気が向いたらあのチャンネル登録、チャンネル登録、高評価、気が向いたらよろしくお願いします。それではまた次回の琵琶湖チャンネルよろしくお願いします。さよなら。